朝活仲間。朝活仲間です、ね。頑張りましょう。頑張ります。はい。初っ端から寝坊したけど。遅刻。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お邪魔してます。嬉しい。自宅にエイトさんいる。なんか変な感じ。さあ今から、僕のチャンネルの方の動画を撮ろうと思います。頑張ります。はい、今ね銀行の方との商談が終わって、これから僕はヒアーズの方のアトリエに向かいたいと思います。タクさんどうするんですか？この後作業 OK。 今じゃあ座りました。銀行から、自宅の方に帰ります。今日はこの後帰ってちょっといろいろ経営のこととか勉強しなきゃいけないので、会社のことの勉強します。やりましょう。今日はこちらですね。納豆に生卵で豆腐そうめんを絡めて食べます。サラダとお味噌汁って感じでございます。ヘルシーご飯、多分500キロカロリーもないんじゃないかな。食べます。おはようございます。今日は初めてプランベータとビューティフルピープル様とのお仕事の取り組みが今日から始まるんですけど、それで今日は立ち会いでずっとアモツサンドの方に今から今日はずっと働きます。初めてなんでめっちゃ緊張する、緊張するというか超嬉しいんですけど、頑張りたいと思います。じゃあ朝活がてら先にカフェ行きます。おはようございますが、もうお昼か。こんにちは。もう今ちょうど半分ぐらい。そうですね、はい、ちょうど半分で、ここ取ったら次青山から、はい、表参道方面向かっていく感じ、はい、折り返しです。さあ DP さんとのお仕事です。ありがとうございます。今日は頑張ります。頑張りましょう。初のプランベータ BP との取り組みでございます。頑張ります。はい、終わりました。疲れた。デイワン終了ということで BP のスナップ企画です。今車開始に渋谷まで向かいます。いや、1日目無事終わりましたね。まあでもなんか初めましての方々もいらっしゃったりとか、まあ、スタイリストさんとかもね、中にはいらっしゃってたので、いろいろねまたそれをきっかけに、出会えたのですごい楽しかったです。今から帰ってというか、まあ、車返却してちょっと時間ないのでカフェ入って作業しようと思うんですけど、まあ、帰れる時間あるか、ちょっと事務所戻ります。でその後ミーティングあるのでミーティングをしようと思います。おはようございます。はい、今日はビューティフルピープルさんお仕事2日目デイ2でございます。今日は僕もなんとスナップ撮っていただくので、昨日とは違っておしゃれしてきました。はい、今から、今何時ですか？ 7 時。今から行きたいと思います。行ってきます。お願いします。ゾウ君、朝からありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。ブレザー似合ってました。脱いちゃってる。脱いちゃってる。またご飯行きましょう。はい、また行きましょう。ありがとうございます。はい、帰ってきてずっと作業しました。ああ、全然やること終わんないっすね、マジで。朝早かったら結構眠たいっす、ちょっと。で、今から友達と一瞬飯食ってきて、その後帰ってきてまた作業しなきゃいけないんですけど、若干ちょっと友達のところ行っていきたいと思います。ファイティン。はい、おはようございます。今6時半ですね。今日は6時ぐらいに起きて、今からカフェに行きたいと思います。朝活してきます。でその後 BP のあと残り1名取って終わりですね。でその後支店とか企業ミーティング盛りだくさんなので頑張りたいと思います。今日でラストです。いや、もう寂しいですね。寂しいですね。最後はノアちゃんですね。そうです、ノアちゃんです。前作撮りであって、はい、最強の美少女です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
うわ、超うまそうじゃん。これはね、やばいね。これは3日間のご褒美でございます。僕も昨日、ほぼほぼご飯食べてないとか断食してたんで、今日はちょっとサラダからスタートします。こんな食べれるかわからんけど。そういう前にご飯食べてしまったかもしれない。そう、打ち合わせしながらご飯食べます。試験お疲れ様でした。お疲れ様です。今終わりましたね。こんな感じでいつもやってるよ。そう、今から今視点で終わって打ち合わせして、明日撮影なのでそれのすり合わせして来月の投稿作ってもらってます。頑張ります。お願いします。この後僕はここで作業して、16時からミーティングがあるのでまた寝て、17時からピックアップあるので僕と見に行って、18時から次また打ち合わせあるのでカフェ行ってます。今日やばい、インスタの投稿作る時間ない。頑張ろう。おはようございます。昨日はあの後友達とちょっとご飯行ってて、帰ってきたのが12時ぐらいかな。でそのまますぐ寝ちゃいました。結構地震がすごくてびっくりしたんですけど、大丈夫でした。無事家は陶器とかは壊れてなかったかなって感じですかね。はい、今日は朝から視点の撮影なのでスタジオの方に行きたいと思います。行ってきます。おはようございます。おはようございます。お願いします。視点の撮影でございます。すずくんが初の撮影ジョインでございます。よろしくお願いします。すずです。次だよ。ではカレーです。一旦お疲れ様でした。お疲れ様です。ご飯食べて昼から頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします先生。頑張ります。すず先生、すずディレクター。届きましたー。 iPhone 12 ん13です。なんか薄くなってる。多分充電器とかなくなったみたい。後ろに書いてあるけど、ライトニングケーブル、充電アダプターおよびヘッドホンは別売りです。開封していきたいと思います。 YouTuber や。はい、こちらです。開けてきます。開けちゃうよ。開けます。おはようございます。起きました、土曜日です。6時かな、6時半かな。今からカフェ行って朝活してきます。撮影お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。5着。5着あれ撮ったね。うん、結構撮った。じゃあ午後か、秋葉行ってきます。あ、そうか。頑張ってください。また午後合流かな。はい、うんうん、はい、はい、よろしくお願いします。おっす。しゅんさんのポップアップ並びすぎて入れませんでした。ちょっと一旦作業して落ち着いたら行こうと思います。顔出しに行きます。はい、作業します。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。大反響です。大反響。大反響。さっきの方が大反響感ありましたけど。ありがとうございます。頑張ってください。すいません、お客さんいると思うんで。とんでもないです。これ、これ。お客さん待ってる。お客さん待ってる。いいね、美味しそう。はい、おはようございます。今 YouTube の撮影終わりました。おはようございます。撮るの忘れてたっすね。もう準備して YouTube の撮影終わって今1本、この後、脱毛があるので脱毛に行きたいと思います。しゃあ、日曜日頑張るぞ。今日朝活できなかったです。すいません、今日はちょっとお休みしました。明日からまた頑張ります。今から伊勢丹さんとの商談です。またコスメ系の案件でちょっと商談する感じなんですけども、見ていきたいと思います。今伊勢丹さんで商談をしております。なんか見たことない香水をたくさん見せていただいて、ちょっとこれはまた別の動画で上がると思って楽しみにしててください。適当夜ご飯にします。ちょっとご飯食べてないので先にサクッと食べちゃいます。うどん、カレーうどん、卵かけご飯、終了。いつもインスタ見てます。本当ですか。はい、嬉しいです。おしゃれですね。おしゃれですね。 ありがとうございます。何この茶番。